はい。まあ、ポンコと関間関でございます。今回のお話はですね、人間の、えっ、ー、と、福岡マックス47歳説っていうのがあるんですけども、えっ、ー、と、そのですね、あのー、まあ、理由はなだっていうお話なんですけど、ちょっと私なりに考察してみたんですよね。えー、ちょっとね、こんなこんあ、こんな図を考えてみたんで、ちょっとか、まあ、図で考えなきゃいけないようなところはちょっと顔出させていただいて失礼なんですけどもね、 えそれでえっと私も振り返ってみると47歳ね私今から7年前なんですけどやっぱそうでしたいや,やっぱ今考えると47一番なんかねあのうつっぽかったですねでただね思うんだけどその時に一番ぐらいいろいろ役割を持ってたような気がしますいろんなもの持ってまあ今も持ってんだけどうん。 な,なんかねあとこうポジション的あの旗から見るとすごいあのなんかいい感じだったと思うんだけど心の中ではね非常にあの不安定でしたねいう感じありましたね何なんでしょうかということなんですよでそのそこをちょっと探究していく前にまあちょっとこんな図も考えてみたんですよあのまあね まあ、もうそ,のその前にお話しするとあの、経済学ってあるじゃないですか。一般に経済学って、お金に換算できる部分しかあの取り上げないですね、普通ね、まあ。例外もあると思うんですけど、それに関して私あのマネー経済って名付けましたえ、まあ。で、それに対抗するっていうか、対義語をノンマニー経済って名付けました。 お金マネー経済って分かりやすいですねあのお金入ってきますとか、ね、それが1人当たり GDP だったりしますよねその相場がねその国内の GDP だったりしますよねとかあのそうすると、まあ、どそれがどう変化するだとか、えー、それがす あのその GDP 各国の GDP がどれぐらいだっていうことでその世界経済における、まあ、プレゼンスですね存在感があの分かったりしますよねえー、っとそういうことがいっぱい、まあ、経済学で扱われてるんだけどノンマニー経済って確かなんですよ例えば友達あれなんかお金で換算できますかねまああの ソーシャルアセットとか言うようなことを言ってる人もいるんですよ。まあ社会的資産だと。うん、まあ、だ、だけどあの、お金とはまた別の世界あると思いますよね。あの、それだけじゃないですよね。こないワンピースってちょっと見,見たんですよ。私のと子供と一緒に。あの、ビデオをね、ビデオっていうか DVD 見たんだけど。あれってあの、あれですよね、ワンピースの あの友達関係っていうか横のつながりってあるもうお金とか関係ないですよね命がけであの友達っていうかを守っていきますよね命がけてねあれあれあれアカウンタブル要はあのノンマニー経済だと思うんですよね経済っていうかねうんとかお金じゃ換算できないもんいっぱいありますよあと空気そうですよね空気ねこれお金関係ないですよねお金払わなきゃ空気吸えないってことないですよねとかねであとこの この美しい景色、これ見て素晴らしいなって思うとき、これ別にあれですよね、そんなお金に換算できないですよね。まあ、できるかもしれないんだけど、<laughs> うん、あと気持ちいい感覚だとか、あと思い出だとか、まあ、いろいろありますあの、親と子の親密な関係だとか、情だとか、まあ、ありますよ。まあ、いろんなものがありますよで。感謝の心だとか。だからさ、その、どれだけ、その、 マニ,まま、マニー経済的に豊かだとしても、ねえー、とノンマニー経済において、えー、と豊かでなければ、プラマイどうなんですかっていうことですね。うん。あの、だからお金お金っておって、全部お金に換算してる人いるじゃないですか。その人がなんか、あの、感動の心もなかったり、感謝の心もなか,なかったり、 友達いなかったり家族いなかったり、ね、してそれ本当に豊かなんですかっていうことなんですよ。うん。で、それね、ちょっとこんな図を考えてみましたね。えっ、ー、と、のノンマニー経済ね、こっちの,ああの縦軸のあ緑色の部分がね、これ、えっ、ー、と、この左側の赤い縦軸がマニ経済だとしますよね。で、それぞれポジションがる。 に分かれると思いますね要は、こっちはノンマネー経済優位な状態。えっ、ーまあえー、と、真ん中がその均衡の部分、均衡が成り立っている部分ですね。えー、そして、えー、こっちが、まあ、あのー、マネー経済が優位で、えっ、ー、と、ノンマネー経済が、えっ、ー、と、劣ってるというようなポジションがあるとしますよね。これ、まあ、だから、あの、あ、えっ、ー、と、青い、えっ、ー、と、横軸っていうのは、このポジションを示すんですよね。 えっと、子供って、ね、もう言う、言うまでもなく、こっちですよね。あの、この一番端ぐらい、あの、3歳ぐらいの子供とかなんか見ると、あの、あんまあお金今日、興味ないっていうか、わかんないですね。お金ってどういうものなのかとかね、わかんないから。な、なんか、それで、あの、だお金持ってないから、3歳の子供は不幸なんですか違うでしょ違うでしょなんか、僕らによっぽど豊かじゃない。 あの心的にはね言うたらいいですよねうん逆にこっちこっち行っちゃっこっちこっちっていうのは要はマネー経済優位で、えー、とそのノンマネー経済が全く死滅しちゃってる要は友達とかもいないし何もかもお金で家族もいない何もかも、えー、とお金で換算している世界まあ仮に友達いたとしても お金で友達買うみたいな話ね、えー、友達レンタル彼女とかレンタルフレンドとかレンタル彼女とかもうみ何もかもお金でこう換算するような世界ですね。うんこれあのど,どう幸せって言えますかっていうことですよね、まあ。ただお金あるっていう話だけの話ですよね。とでそれでですねそう考えるとこれ今度こういう。 えー、考えができると思うんですよね。まあ,あの今度今度ね。横軸が年齢だって。考える。考えた場合、こうまあ、だんだん。あのまあ、0歳まあ、0歳っていうか。あのまあ、子供のうちはもうあの,あの,あのまマネー経済っていうのはないないんで。まあ1番下ででノンマネー経済が大きいわけですね。そうするとえっ、ー、とまあ、パワーバランスみたいなものが。 こ,うこのように表現できるんですよ。まあまあこれ、あの、これプラスマイナス、あの、このノンマニー経済プラス、マニー経済のこれ割合を示してこれ100%。まあ要はこことここを足すと100%みたいな話ですね。えっ、ー、と、こことここを足すと100%みたいな話で。まあちょっと私なりに考えたんですけど、あのまあ学生時代って、この、 お金でこの人を測ってしませんよね別にみんな収入,収入なかったりするんだよね。だいたいこの,あの,そのノンマネー経済とマネー経済が均衡、ま、するってちょっと私の感覚で申し訳ないんだけどだいたい27歳ぐらいじゃない2728歳ぐらいでそんな感じしますけど皆さんどうですかねあのそうじゃない人もいると思うんですけどこれ,これは一般的な話じゃないですよ私の話で。で この,この前、この27歳ぐらいの前って、なんか友達と純粋に会って楽しかったりしますよね。ねで、なんかお金使わない遊びもすごい楽しくて、えーな、なんか僕もよく自転車で旅とか出たんだけど、全然お金使わない旅なんですよね。野宿したり、えっ、ー、と、なんか焚、ね、き火焚いて、半号水産して、 とかかそういうい世界なんむっっちゃ楽しかったですねお金関係なしに楽しかったんだけどと27歳ぐらい栄え278歳ぐらい栄えになんかね、あのー、とお金の世界がやたら大きくなってくるその後ねだからそうだんだん30過ぎぐらいなんかどうあれそう友達なんか遊びに誘うってなった時になんかこうプロジェクトが絡まないと。 なんか誘えなない感じになりませこう30過ぎぐらいでな,なんか電話かかってきたりするとなな久,々久々に何かあの友達とかあの電話かかったりしてくると「ななこうなネットワークの誘いかな?」とか「あと宗教とかな誘いじゃねえの?」とか思ったり <laughs> したりね。な,なんかこう 全くのプライベートであの遊ぼうぜみたいなのがだんだんできなくなってくるいう感じですよね。まあいう感じですよね。そのなんか頂点っていうのが47歳ぐらいじゃない。もう何もかもお金みたいな世界。でもう時間もお金なんですよ。時間お金で。なんかこのお金に換算できないことがなかなかできなくなってくる。 いや、こんなことしてていいのとかななんかぼやっとしてるのも,もったいなくてねえなんかうんぼやっとしてるのもなんかこれ他に生産的なことができないかできないかとか思ったりそん時に私あの、妻にあだ名つけられたことあって「あの金がね,ねせかせか」とか <laughs> 言われてたことありますよ。ねえうん。 あのなんかせ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 かしてるって、まあ、47歳ぐらいの時にやっぱね、まあ、その世界ってあんまり居心地よくないねと思ってだんだんその何て言うかなこの目,目に見えないというかカウントできない数えることのできない豊かさみたいなのをどんどん築いて今,今ね結構あの。 まあ、でもそれでもやっぱあれですね子供育てたり、ね、か家庭守んなきゃいけなかったり会社を保持していかなきゃいけないとか、まあ、会社発展させなきゃいけないってのもあるんだけど、うんあのーまあ、それがあるがために、まあ、お金お金ってとこもあるんだけどあるんだけどそれ以外のものもなんか目も開かれてきてちょ,ちょっとね47歳の頃よりはだいぶ落ち着いたっていうことが言えますね。そう考えると どうもこの47歳不幸説ってそこら辺に原因があるんじゃないかなと思いますね。うん、まあ皆さんどうでしょうか。あとね,このねあの47歳ぐらいだとこうなんか心配力っていうか物事を細かくこの心配する能力っていうのは頂点に立つんじゃないそこもあるかもしれないですよね。なぜ心配力が あるかあ、心配力が出てくるかっていうと要はみんなあ,のあらゆることをお金に換算してあのいくわけじゃないですかそれってみんな目に見えるものですよね目に見えるもものはやがて,やがて滅んででいいくもんじゃないですか。だからあのその目に見えるもの全てっていうのは滅びゆくものを見てい,くいるわけですよね。まあ なので心配力マックスにもなりますよ、ね。そこもあの心配力、えー、っていうのはこのお金お金っていうものに全部換算してきた時に、えー、まあそこリンクするんですよ。多分比例するんですよ。そのお金お金プラス心配力っていうのがね。うん。いう感じですよね。で、まあでね、だからもうちょっとね、まあもうちょっと言うとですね、あのー、 こんなこともそっから言えるんじゃないかなと思ってこんな図も作ってみました。うん、あのー、これ、1人、赤い部分が1人当たり GDP ね。1人当たり GDP。で、これ、横軸が、えー、と時間軸ですね。で、えっ、ー、と、青い軸があ、青い縦軸がですね、ノンマニー,ケースですね。で、まあ、あのー、まあ、 ここら辺の初期の時間軸のこっちの原点に近い方ありますよねここら辺はまあ,あのまあプリミティブというかそのあの原始時代とかそういう感じでまあまあまあ貝が流通してたりするから、まあ、ちょっとお金の話もあると思うんですね物々交換みたいな話もちょっとお金の話もあるんだけどだんだんあの発達してのその。 ほえー、と農業社会になって封建社会になってそしてこう、えー、と産業革命が起こってそして工業化が進んで、えー、という話になってくると、えー、こういうふうに GDP は伸びるんだけれども、えー、逆にノンマニーの経済は衰退していくと。でまあこれやっぱクロスあのそのさっきのこの人の一人のえっ、ー、と。 ライフサイクルこの年齢塾でも交差点があったようにこれどこら辺になるのかなこの交差点うどうだろうなこの交差点ね日本だとどこら辺になるかな江戸時代ぐらいあんまあいやいやいや農村なんかあれだよねあんまりお金使わないもんねお金使わない,使わないもんねえあの で中にはあれですね戦後になってようやくお金使い始めたみたいなとかありますかね <laughs> まあ一概には言えないんだけど平均するとどこら辺なんだろうな明治初期ぐらいなのかなお金お金でこう逆転していくのはねうんとなるとねあの GDP がえなんとかな多い国がイコール 幸せ国連なのかな ODCD の ODC だっけ分かんないあのまあデータ見てもあの日本あの大体 OECD であれ何カ国ぐらいは参加してるの35カ国ぐらい参加してそんなに高くないよねアメリカ1人当たり GDP が高い国今ルクセンブルクだとかやっぱアメリカ高いんだけどえっと幸福度ランキングそんなに高くないよね えっとまあ、OECD35 カ国中、アメリカ 10, 10位とかじゃない、トップじゃないよね、収入が一番多かったとしてもね、うん、トップじゃないですよね。えー、っと、まあ、こういう、だから、あのーまあ、結論的に言うと、あれですね、マニー経済プラス、それを プラスノンマニー経済も両方両立させていこうじゃないかっていうのが実はあの幸福感につながっていくんじゃないっていうふうに思いますね。まあ要はお金儲けもするし一生懸命働きもするんだけどえっとそのお金に換算できないものもまあまあなんとかなそれ重要視してっていうようなこともあるかもしんないね。えー、逆に言うと のマニー経済を捨ててでも何て言うかなその目に見えない豊かさっていうのをこう重視するっていう生き方もあると思いますね。なかなか両立するって難しいから、まあ、ある程度気づいちゃったらノンマニー経済重視の生き方の不幸を気づいたら、まあ、一種そこのある部分捨ててノンマニー経済のノンマニーの方に行くっ,つっていうもあるよね。 でこのまあ、要はね GDP がこう伸びるってことは逆に、えー、と目に見えない豊かさですね、えー、とノンマニー経済をですねいかにマネー経済にこう変換させていくかみたいなちょっと抽象的な話で申し訳ないんですけどそういう側面があるような気がしますねこれ言ったのはあれですよねなんっったっけあの経済学者やっぱあれですよオーストリア学派の。 えーとカール・ハイヘッツじゃないな忘れちゃったなカール経済学者で人類学者のカール・ハイディキちゃん忘れちゃったけどま,まあいいやそれね悪魔のすりこぎって言ってましたねこれこれ要,要は何でもかんでもお金に換算することによって不幸になっていくっていうねこれに関してもあれも言ってたんですねマックス・ウェーの、ね、社会学者のね彼も言ってましたねうん。 とということでそんなところで、えっとまあ、中年期の不幸感の原因ってこんなところにあるんじゃないですかそしてそこからどう抜け出すかっていうのはどうもノンマニー経済アンカウンタブルウェル,ウェルス要は目に見えない豊かさをどう取り戻していくかっていうところにあるんじゃないですかっていうお話をさせていただきました。どううもありがとうございままし失礼します